ありがとうございました。カードをタッチしてください。よっしゃ。 IC カード以外の方は整理券をお取りください。リアコン式発車します。ご注意ください。はい、おはようございます。今日はですね、2020年9月20日日曜日です。これからね、向かってますのは、宮崎県庁前の、楠並木通りです。ここでね、楠並木朝市が行われます。今日がね、300回目というね、記念すべき朝市なんで、ちょっとね気分転換に足を運んでみました。まああまりね朝市なんか、行かないんですけど、まあ300回ということなんでね、どのような様子なのか、朝市の様子を、見てみたいと思います。はい、もうすぐ現場に入るんで、いつものようによいしょバックパックにカメラをセットします。ここはね、立花通りです。まだ午前8時を回ったんですけど、もうね、車の通りはね、非常に多いですね。カメラがね、ちょっと画面がおかしいかもしれません。傾いてるかもしれませんが、ご了承ください。はい、見えました。ここが朝市の会場です。まずブラッと歩いて、見ましょうか。こんな感じですね。ここで手の消毒しないといけないですね。あ、おはようございます。検温いいんですか？大丈夫ですか？はい、こんな感じですね。花ありますね。椎茸。結構お店たくさんありますね。すごい、結構にぎわってます。ここが本部ですね。結構にぎわってますね。伊勢エビ解禁になったんで、伊勢エビが5300円で売られてますよ。すごいね。キロ5300円ですよ。今この頃買っても全然食べてない。美味しそうですね。ここはね、ちょっと外れますけれど、新しくなった、宮崎県庁の防災庁舎です。前にあるのはね、県庁5号館で、これ、向こう側にあった県庁5号館こっち側にね、移動して、この県の防災庁舎の前に、設置されました。ちょっと外れますけど、
県庁 5号館、結構ね趣のあるいい建物ですよね。これ結構古いんですよね。そこに、掲示板がありますけれど、なんて書いてあるかな。ここ県庁5号館、宮崎市景観重要建造物第2号ということで、開館時間が平日午前8時30分から午後5時15分、2階通路のガラス部分から1階の内部を見学可能ですって書いてます。8時半から今日は日曜日なんで空いてませんね。でもほらすごい趣のあるいい庁舎ですよね。ずっと上の方かっこいいですよね。ここはね、まあ、新しく整備されたんですね。向こう側が楠並木通りで、向こう正面が、宮崎県庁です。宮崎県庁もまあ古いですね。はい。でこの奥の方が県の防災庁舎、これも最近できた防災庁舎でございます。この前の、台風10号によるね、いろんな、大雨の災害関係の、総合本部として動いてました。お、何か始まりますね。また後でゆっくりご紹介します。朝一の方に戻りましょう。結構盛り上がってます。さっきね、都の城の新丼屋さん花吹雪一座さん、がいらっしゃいましたね。多分新丼屋さんの練り歩きが行われるのかなと思いますけれど、ちょっと戻りましょうか。あ、向こう側に行くんだな。また後で、はい、またちょっと一周ぐるっと回って朝市を紹介します。はい、戻りました。ちょっと眼鏡曇るんですよね。お、うなぎがあります。うなぎ美味しそうですね。人が多いんだ。ワンちゃんワンちゃん。お芋スティック、お芋スティック、お茶急須。こんな感じですね。カレーやルイボスティック生フリカもご用意してます。いかがでしょうか。ここは何だろう、お菓子か。お菓子がありますね。お餅とか昔ながらのお菓子が、野菜とか落花生、かき氷があります。こちら炭火の桃焼きがありますね。はい、こんな感じでぐるっと U ターンしましょうか。こちら側、向こうの奥が県庁ですね。また後で紹介しますけど、鮎の塩焼き、鮎の塩焼きありますね。帽子とかの雑貨品、ひょっとこのお面、これがちょっとやってみましょうか。宮崎県庁の本庁舎です、ね、この建物も結構趣のある良い建物です。見えますかね、こんな感じ。もっとそばに行きましょうか。子供の頃ね、よくね、ばあちゃんと、散歩に来て、ここの噴水で
遊んでました、まあ、中には入ってませんけどこの、ね、周りで遊んでました、その当時の面影というか、その当時と何も全く、変わっていないですね。ただね、変わったというのはここに一本ねフェニックスがあったんですけど、それ枯れちゃったんですね。樹齢94年ぐらいのフェニックスが一本あったんですけど、まあ、それ枯れたんで今フェニックスは、両サイドに、2本あります。これどの付近にあったかっていうのがもうあとないかな。あ、この付近かな。ここの9ブロック、この9ブロックあたりにフェニックスがありました。はい、こんな感じですね。すごいでしょう。趣のある立派な建物です。まあここの前庭っていうかね、ここ非常に過ごしやすいというか、まあ緑がねたくさんありますんで、町に来て、散歩がてらこっちまで来てね、ちょっとこの前庭で休憩するということも、ありますね。向こうがね県議会の塔があります。県議会塔です。よっしょ、じゃあ朝一に戻りましょうか。なかなかね、こっちが古い建物、そして向こうが新しい建物、県の防災庁舎ということでね、新旧対照的な建物で、その前に県庁5号館っていうのがねあるんですよね。はい、じゃあ戻りましょうかね。台湾餃子が、台湾餃子、台湾グルメ、サバ、サバ寿司。あ、今日のお昼ご飯にいいな。また後でお買い物をしたいと思います。寿司屋のお寿司、あ、いいですね。うなぎのかば焼き、あ、うなぎ焼いてますよ。結構宮崎はねお茶が有名なんで、お茶結構いっぱいありますね。これ並んでるよ、こう何売ってるの。椎茸、椎茸売ってますね。すごい、椎茸もね特産物なんですよね。田舎梅干しとか、田舎特有の特産品、特有の特産品とおかしいんですけどね、田舎にしかないような特産品もあります。おいしいお米、お米とパン、これ米の缶かな、パンがたくさん売ってますね。蜂蜜屋さん、あれ、お茶屋さんは多いですね。ここもお茶がありますね。ここ木工品、ここなんだろう、焼き豚足って売ってる。おー、豚足焼くんだ。おはようございます。ここ美味しいですよ、いらっしゃいませ。はい、新聞屋さんです。茶が朝市は第1、第3日曜日の午前8時から、午後0時まで行われております。
鯖節もありますね。結構ね、鯖節もね、有名なんですよね。こんにゃく、ここも並んでますよ。すごいな。これ何売ってるんだろう。もう人が多くて見えません。ここみかん、みかんの詰め放題、袋詰め放題600円だそうです。みかんも美味しいですね。ここは味噌しそ巻きところてん。おーすごいな、面白いな。ほんと多くの店が並んでるでしょ。はい、ここは目の前がまた立花通りでございます。こんな感じですね。はい、一通りね、もう撮影が終わったのでちょっとお買い物をしようかなと思いますけど、結構人がね多くなりましたね。すごいです、すごいです。ちょっと蜜気味ではありますけど、皆さんほとんどマスクをつけてますんで、まあ大丈夫かなとは思うんですけどね。何買おうかな、なんか美味しいものがあればいいなと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。ジャムを買いました。ジャムゲット。ちんどん屋さんは懐かしいですよね。さて何買おうかな。ちょっとお腹すいたんでね、ちょっとなんか食べるものを買いましょうか。よいしょ。あ、ヒューアナズカルさんがありますね。これで行ってください。ちょっと一回なくなるかもしれない。カルカンください。ありがとうございます。皆さんの中間で袋、これでいいかな。はい、ちょっと借りますね。はい、600円ですね。600円。はい、はい、お願いします。600円ね。じゃ、商品渡してます。はい、ありがとうございます。これは、うん、こう、いや、ないないない、持ってない。大丈夫ですよ。行ってこんでいい。そこ、あ、大丈夫、大丈夫です。行ってらっしゃい。かけちゃうところ、はい、これで行ってらっしゃいまし。あ、ちょっとあのオレンジ色の学生たちがいるところにちょっと行ってくれば。あ、はい、うん、裏の方ですね。これもらったんだけど、もう終わり？申し訳ありません。今日もちょっともう商品がなくなってしまって。終わりね。あ、分かりました。ありがとうございます。なんかスタンプラリーかなんかやってるんですね。うわ、ちょっともう終わりって。ごめんなさい。あ、いいです、ありがとうございます。はい、どうも。もうスタンプラリーは終わっちゃったんですね。はい、ジャムとね、いちごジャムとヒューガナスカルカン買ったんですけどね、ちょっとお腹すいたんで。あ、これ台湾餃子がある。じゃあ台湾小籠包をください。今もあと5分くらいです。5分ぐらい、はい、あ、待ちますよ。あ、すいません。大丈夫ですよ。先の金払いましょうか。
500円、はい、1000円でお願いします。はい、ありがとうございます。台湾小籠包とかちまき、ごま団子とかありますね。台湾屋台、なんだろう、唐揚げとかあります。ちょっと5分ぐらい時間かかるんで待ちましょうか。あ、今詰めてます、詰めてます。もうすぐできますよ。できましたね。いいよ、気をつけてください。あ、はい、ありがとうございます。550円です。あ、はい、500円です。もう払いました。すいません。はい、どれくらいに入れるか。明日大丈夫ですよ。冷蔵庫もし、あの、はい、ありがとうございます。また熱々の台湾小籠包買いましたんで食べようかな。はい、今回購入したのはね、こちら、宮崎農業高等学校の、いちごジャム、そして、宮崎の、お土産、お菓子、日向夏カルカン、そしてね、これ熱々の本場台湾の、台湾小籠包でございます。こちらはね、今から、味わってみたいと思います。はい、なんかね、本場台湾の人が作った、台湾小籠包だそうです。食べてみたいと思います。美味しいかな。多分暑いと言ったからね、気をつけよう。うん、あぶん、あ、熱いけど美味しい。じゅわっと肉汁っていうか汁が出ます。よいしょ。うん、美味しいです。ほんと熱々ですね。なんか本場台湾という味がします。美味しい美味しい。うん、いや、美味しいですね。うん、あ、美味しかった。はい、もうあっという間になくなってしまいました。台湾小籠包、美味しかったです。はい、どうぞ。いかがですか。美味しいですよ。はい、今日はね、第300回目の、県庁楠並木通りのとこで行われました、楠並木朝市に、来ました。もうね、もうそろそろ終わりに近づいてきましたけどね、まだ人の通りは結構あります。まあね、今日は雨が降ることもなく、カンカン照りになることもなく、曇り空でね、穏やかな天候で良、かったかなと思います。思った以上にね、多くの人が、集まってきましたね。まあ皆さんね、もうほとんど全員マスクをつけてのお買い物でございました。私もね、宮崎県立農業高等学校が作ったいちごジャムとかね、あと日向夏カルカン、そして台湾本番の、小籠包もね、購入しました。台湾本番の小籠包、美味しかったですね。はい、ということで久しぶりに気分転換ができたかなと思います。またね、今から歩いて、行きはね、バスで来たんですけど、帰りは歩いて帰りたいと思います。ね、楠並木朝市は、第1、第3日曜日ですかの、午前8時から正午まで行われております。
はい、ひょっとこ踊りの踊った方々もお面を外して歩いてらっしゃいます。お面つけてますね、まだ。面白いですよね、ひょっとこ踊りもね。はい、ということで楠並木通りを通って、立花通りの方に入っていきます。さあ、今日は歩き疲れました。よいしょ。はい、ということで今日はね、2020年9月20日ここ一茶が宮崎楠並木朝市にやってまいりました。はい、じゃあね、またね、歩いて帰りたいと思います。それじゃあまた。